カウントダウン。まあ、カウントダウンってのは本当に字読んでことし。じゃあ今から行きますよ。せーの、5。あ、ちゃうわ。せーの、5。まあ、40字のごとく。カウントダウンですね。で、ここ見ていただくとわかるんですけど、ここに時間が設定してあります。で、今は1分になってますね。で、リセットっていうのがあるんで、ここにリセットボタンを押すとリセットされます。で、このリセットを外すとカウントが始まります。まあ、軽い53分とかだったらあれなんですけど、例えば10日と、10日と23時間59分59秒っていうやり方もできます。それでフォントを変えると、フォント変えてもいいでしょうか。あれどうやったっけ。あれ動かねえな。あ、今、スタートしました。スタートしたら変えられるんだ。アブソリュートタイム、相対時間かな。すると、アブソリュートタイムにすると、秒数、45とか。これですね。40。で、アブソリュートタイムにすると、100から99から数えますんで、やっぱり秒数だとこの方がいいかなと思います。はい、あ、二宮さんお帰りなさい。和也さん、はい、ちゃんとしたブルーバックのこう背景であればスパーンと抜けますんで、はい、お試しください。 Mac 持ってればいいんですけどね。はい、で、あとはロングバーボス、なんていうんですかね、英語よくわかんないですけど、このバーボスっていうところ、これチェック入れると、見えますかね。10 days, 9 hours, 43 minutes, 45 seconds って、セカンドとか、いろいろこう、秒数と days が入るっていう形ですね。で、下にですね、あ、これ見えないかな。ここにですね、プリアップ、ポストアップってあるんですけど、これをですね、前置詞と後置詞ってですかね、今はカウントダウンなんで、ダウンの方に入れます。あと、そうすると時間の前と後に、こう、字が入れられるんですね。で、タイムで、入れられるという形ですね。はい。で、例えばこの逆、そうだな、カウントアップって、あ、スタートから、今度はカウントアップ、1から、0から1、2、3と上がっていく感じですね。秒数で言うと、ちょっとリセットかけますね。ここに、タイムに0を入れましてですね。で、ここでスタートします。そうすると、カウントアップすると、あ、間違えた。
タイムを入れることができます。こんな感じですね。秒入れましょうか。こんな感じもできます。で、タイムのところがずっとずっと、ここがずっと増えていく。で、ここからここまでは、ここからここまでは好きな文字を入れられると。で、こっちも好きな文字を付け加えられるっていう感じですね。はい。で、これはローテンションとかできますんで、縦位置、それから XY で動きますんで、はい、自由に動かすことができます。あと色も当然変えられますので、赤とかですね。これすると100分の1秒が出ます。1分過ぎちゃうと出ないんですね、これ。あ、ですね。あ、1分まで100分の1秒、100分の1秒まで出ますね。そうですね。あれこれなんて読むんですかね。ボーインクスいらずですね。あのプラグインかなんかですよね。そうそうそう、いらないんです、これ。結構タイムとかって結構、ごめんなさい、カウントダウンって結構面白い感じですよね。というとこでした。カウントダウン、カウントダウン。